SCP-3284 の熱源画像。アイテム番号、SCP-3284-J。オブジェクトクラス、グレートホワイト。サメ殴り案件。極端な熱により、SCP-3284 個体の自然生息地における光線はほぼ不可能です。SCP-3284 の襲撃に対処する現在の手順計画は、SCP-3284 のいる溶岩湖を排出した後、耐熱アーマーを身につけパンチするために突入することです。このような理由から、先行部隊シグマ、6、燃える怒りの鉄拳は3284関連の全ての活動につくべきです。説明。SCP-3284 はカーチャロドン・カーチャリアスに表面的には似ているケイ素生命種です。SCP-3284 個体は流れる溶岩に生息し、普通のサメが水中を泳ぐのと同じくらい、簡単に溶岩中を、泳ぐ、ことを可能にする独特の生理機能を有します。SCP-3284 はその環境で提供される熱エネルギー以上の糧を必要としていないようですが、近くに存在するどんな有機材料でも消費しようとします。有機物を見つけるのに使用されるメカニズムは現時点では不明です。SCP-3284 はマーシャル、カーター&シャーク株式会社の施設襲撃時に最初に発見されました。そこで彼らは遺伝子工学と、データ消去を用いてデザイナーシャークを作り、最も高い入札者に売るつもりでした。襲撃の際に取得した文書を使用し、センターエージェントは今後民主共和国の溶岩湖まで SCP-3284 の積み荷を追跡することができました。それ以来、SCP-3284 の少なくとも、つの蔓延が発見されました。これは国立公園での一例を含みます。現在の研究で SCP-3284 の個体群が、毎年地球のマントルの新しい場所に移住することを示唆しています。これは、熱エネルギーに寄生して生きていく彼らの能力と合わせ、彼らの個体群が広範囲にわたる理由として説明できるかもしれません。マントルまで穴を開ける努力が進行中です。